クカイカメルマガ2019年8月8日お楽しみ様です。一般社団法人カイカ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるようカイカより応援しています。本日のカイカメッセージ、平和について思うこと。世界中の人たちが植民地にされることなく、それぞれ自分の国を生かしていく。東南アジアを植民地から解放する。そのためを思い、昭和6年12月8日、日本がハワイ真珠湾攻撃をしたところからスタートした第二次世界大戦。それぞれの 国で様々な見解があり、お互い主張することでまた争いのもとになるので主張は避けます。最近広島の方々とご縁が深まり、その方々が広島がとにかく平和への意識が深いからという言葉に、ああまさにそうだなと感じています。広島長崎の原子爆弾投下によって二度とこのような惨事は繰り返してはならない。犠牲者の追悼、平和への祈りが毎年行われ、日本中が、世界中が心を一つにするということは本当に重要なことです。昨年、沖縄のひめゆりの塔の平和記念資料館へ伺った際、ひめゆり学徒の生存者の方々のお話で感じたこと、防空壕で手榴弾を持ち、いざアメリカ軍が来たら、捕虜になる前に手榴弾を自分の心臓にぶつけて自害するというお話を聞き、17歳くらいの女の子たちがそこまでの思いを持っていたということを感じるとともに、本当に本当にどうやったら平和な世界が出来上がるだろうと帰りの車の中で強烈に感じていました。平和の記念式典をやり、心を合わせること、それもすごく重要です。そして量子レベルで見てみれば、意識が先、現象は後、エネルギーが先、現象は後。かつて私が結婚する前、20代の頃は地球環境保全の活動をしながら、ものすごい批判のエネルギーでした。エンジンをかけたまま停車している車を見てはイライラし、落ちているビニール袋を見ては地球の資源をどれだけ使っているか分かってるのと批判ヘルツを出しながら拾っていました。戦争商人のことを知り、爆弾の消費期限が10年で、10年ごとに戦争を起こして新しい爆弾を製造して利益を上げるということを知り、ますます批判。でも自分自身は自分の出しているフォトンに気づかず、父からも大輔は批判があると言われ、内心でさらに苛立ちを広げる。今思うと、素粒子で見ると批判のパラレルワールドに、私発信で地球にたくさんの苛立ちや批判のフォトンを何粒も投入していたんですね。内観研修や長男の誕生とともに両親への和解が進み、素粒子の感情のことを知り、批判では戦争は消えない、反対運動では消えない、その運動では私の出しているフォトンは戦争のフォトンやんと分かっていながら、家庭、特に妻に対しては批判のエネルギーが行き、私自身が批判をもらって気づけたこと、妻にものすごい悲しみを味わわせて初めて気づけたこと、心からの
大切にする、思いやるというヘルツのフォトンを増やしていくことが本当の地球平和だということ。平和記念式典で祈りを捧げること、この行為が地球上の平和なパラレルワールドにものすごくたくさんのフォトンを突入させ、地球上の平和ヘルツの層を厚くしてくれます。ですが、私たち一人一人がいざ日常に戻った時、職場で、居酒屋で、会社の人の批判をすること、ママ友たちのランチ会で旦那さんのダメな点をあげつらうこと、男同士の飲み会で嫁からされた嫌なことを語ること、それは見事に批判のパラレルワールドへたくさんのフォトンを貯めています。そして自分自身の大切な人生の時間を批判で埋めてしまっています。自分のために良い世界を作ること、褒める、称賛する、感謝する、それがそのままあなた周りのフィールドをより良いフィールドにしますし、それがそのまま地球の平和なパラレルワールドにたくさんのフォトンを突入しています。それが地球の振動数です。平和を祈る記念式典、黙祷を捧げている時の心を合わせている状態、波が平らな状態を感じられると思います。日頃からぜひこの周波数帯を広げていきましょう。地球上の76億人が24時間この周波数帯であれば、そしてその日が1週間1ヶ月続けば、こっちの方がはるかに居心地がいいし、平和なパラレルワールドに突入されるフォトンが圧倒的な数になり、そのパラレルワールドから素晴らしいフォトン、光の振動数が癒されていない心へ、癒されていない世界へ広がって、振動数を上げることで癒されていないパラレルワールドが消化されます。平和記念式典に参加して、テレビで見て、この周波数帯を皆さんで奏でていきましょうね。量子の仕組みで平和を創造できますね。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。